私の名前は浅香由紀。前へ進め。1、2。普段は陸上自衛官として人々の暮らしを守るべく災害時に備えて訓練をしています。皆さんは女性自衛官というと男性に混ざって過酷な訓練ばかりをしているイメージで、恋愛なんて全くできないと思っていませんか？そんなことはありません。自衛官といえど中身は普通の女の子。恋愛の一つや二つはみんなしています。今日はそんな女性自衛官の恋愛事情を語っていこうと思います。浅香って結構可愛らしいところあると思わないか？俺も思ってた。正直付き合ってもいいレベルだよな。圧倒的男性が多い職場の中で女性自衛官というのは貴重な存在なので、正直モテます。私の同僚のエリカは一般人の彼氏がいるにもかかわらず自衛隊内でも彼氏を作っていました。中には自衛隊内で二股三股をかけている派手な子もいました。しかしそういった誰と誰が付き合ってるという情報の流れはとても早い。お前女性自衛官と付き合ってるらしいな。なんでそれを知ってんだよ。まるで主婦の噂話並みの速さで情報が回ってきます。反対にもう一人の同僚のカナは入隊から2年間彼氏ができる気配がなく。女性自衛官はモテるって聞いてたのに、なんで？周りはみんな彼氏できてるのに。男性自衛官は意外に装飾系で気の強い女性はダメみたいです。それにようやく気づいたカナはか弱いタイプにキャラ変更していきました。あの、今度ご飯とか行きませんか？ぜひ行きましょう。入隊から2年、カナの恋はスタートしました。女性自衛官がモテる理由としてもう一つ言えるのが、普段はノーメイクに日焼けした姿で訓練やトレーニングをしているのですが、休日に外出するときにはしっかりとメイクをします。お待たせ。あれ化粧してる。ほとんど見せないメイクした姿とのギャップで落ちてしまう男性自衛官も少なくはありません。ただデートで気をつけなければいけないのが食事です。私たち女性自衛官は普段運動しているため駐屯地内の食事は今は大盛りです。その感覚でデートでもご飯を食べ過ぎると。すごい量食べるね。ごめん、ついいつもの量を。相手が自衛官の場合はギリギリ理解されますが、一般の方が相手だとドン引きされます。結局女性自衛官の恋愛相手で一番多いのはやはり男性自衛官です。そのまま結婚するというパターンが約9割です。そんな私の恋愛はどうかと言いますと、実は私も今現在彼氏がいます。しかもお察しの通り私の彼も自衛官です。自衛官は一定の人数で長官の訓練を行い山に行ったりします。そういった閉鎖した環境や時には二人きりの空間で好意を寄せ合うようになりました。正直自衛官以外の人とも付き合ってみたい気持ちはありますが、お互いの仕事の大変さや危険さが理解できるので自衛官同士の恋愛の方がいいですね。